金泉直武 FC は、韓国の軽症北道、金泉市を本拠地とするプロサッカークラブである。韓国プロサッカーリーグ、K リーグ2に加盟している。2010年までは、甲州勝負というチーム名で、甲州広域市を本拠地としていたが、同年に、軽症北道昇州市に本拠地を移転し、昇州勝負 FC に名称を変更した。また、2012年までは、 クラブエンブレムに描かれた方法にちなんで、招州勝負フェニックスの愛称を持っていた。2021年より、本拠地を、京昇北道、金泉市に移転し、現チーム名に改称した。通称、勝負と呼ばれる、国軍体育部隊第一競技隊のサッカー部として、部隊創設と共に存在してきた。兵役含む中の選手が在籍するというチームの、性格上、本来は、 アマチュアの選手だけに入隊を許可していたが、オリンピックにプロ選手の参加が認められるようになってからは、プロの選手も入隊できるようになった。選手は、兵役期間である2年間しか在籍せず、外国人選手の在籍も認められていないため、チーム力は劣るが、そうおさむや、長元広志のようにたクラブで、出場機会のない若手選手などは、経験を積むことができるという面もある。 また、入団のためには、K リーグの選手である必要があるため、海外クラブに在籍している選手は、金正吉や金正友のように一度他の K リーグのクラブへ移籍してから入団する形をとる。2003年より、K リーグに参加。K リーグ昇格前は、軽機道上南市にある本体のグラウンドで試合を行った。K リーグに昇格してからは、 それまでサッカークラブが存在しなかった公衆広益市とフランチャイズ契約を結び日韓 W 杯のため建設された公衆ワールドカップ競技場をホームスタジアムとしてきた公衆広益市は2010年に新たに公衆 FC を設立し勝負とはフランチャイズ契約を更新しなかったことから2011年により昇州市に移転したちなみに当初の計画では 安用紙に移転する予定であったが、諸事情により断念している。この移転に合わせ、これまでのユニフォームのカラーリングを、オレンジ、黒から、赤、白、黒に変更している。アジアサッカー連盟からは、プロ選手による、クラブチームとみなされていないこともあり、現状では、AFC チャンピオンズリーグへの出場資格を満たす、成績を上げても参加できない。このことから、 2012年9月11日、韓国サッカー連盟は、招集勝負の2部降格を決めた。ただこの段階では、降格先のカテゴリーが、K リーグの2部なのか、N リーグなのかは未定だったが、これに反発する形で、体育部隊は2日後の9月13日、勝負の K リーグの残りシーズン全試合のボイコットと2013年シーズン以降の、K リーグ脱退 アマチュアチームへの移行を発表。その後連盟とクラブとの交渉の結果、クラブを軍から独立させることを条件に2部リーグの K リーグチャレンジに参加することとなった。これに伴い勝負の愛称であるフェニックスの名が外された。2013年、K リーグチャレンジで優勝し、エバラ FC との入れ替え戦に出場。2000、合計4から2で勝利し、2014年の K リーグクラシックに昇格。しかし2014年の同リーグで再開となり、1年で再び K リーグチャレンジに降格。2015年の K リーグチャレンジで再び優勝し、再々昇格を果たした。2021年からは本拠地を京商北道、金泉市に移転する。しかし昇集移転後の2011年7月9日、 FC ソウル戦で4人中3人のゴールキーパーがヤオ朝問題で検察に呼ばれ、残りの1人は出場停止となったため、ディフェンダー登録の選手がゴールキーパーとして出場することとなった。ゴールキーパー登録以外の選手がゴールキーパーで出場するのは K リーグ初。この日、勝負のイスチョル監督はヤオチ問題の緊急会議のためにベンチ入りできなかったが二日後の十一日、 伊監督が八百町に関与した選手の父母から金を譲り取ったとして逮捕された。2011年10月18日、以前監督が自殺した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。